マムシャープの題名のないラジオ会24渡辺オーケストラだ。これ伝わるのかな。渡辺オーケストラだいや違うと思うよ全然。ジャックバーはやってんだ。ドキドキキャンプさんね。あ違うかということで、うん、ファンシャープの、はい、題名のないラジオ会、はい、第24楽章、我々プロダクション人力車という楽団に所属するファンシャープというお笑いコンビです。そうです。私が指揮者の河合拓人と申しまして、私がオーボエ奏者の渡辺オーケストラです。ということで今回24回目ということなんですけど、ね、24時間テレビがあったね。サライとかでよかったじゃん。そうだよ、渡辺オーケストラでとかじゃないよ。あの85になったあの人が歌わないで。そう、あの ラストステージよ。どうだったそれは。あ、とても良かった。とても良かったのみ。はい、感動した。いやあれもね、なんか24時間テレビ見るときにさ、渡辺さんがあの、うん、なんかそのこう実況してくれる。ああ、そう、私ね、コロナ療養期間中だったんで、こんな機会は二度とないと思って24時間テレビ24時間見たんですわ。いやすごいねでニュース番組の時になるたびにテンション下がってたね。そう、ニュースゾーン来た、終わったっつってやっぱ飽きちゃうから。飽きちゃうな、眠くなっちゃうから。でも感動してたな。感動した。何が一番感動した、ちなみに24時間テレビ。ああ、いや、どれもこれもよ。兼近さんとかもう感動したし、なんかそこのやっぱ障害ある方とかとさ、うん、一緒にダンスしたりとかさ、うんうん、パフォーマンスするのも感動したし、うん、あとやっぱその、まあ、震災系のこともあるじゃん、うん、とかも感動したし、うん、あとやっぱそのなんだろう、サライの話、うん、あのね、あれか地味に感動したのはやっぱなんか知んないけどっていうのはあれだけど、最後サライ歌うじゃん、うん、でもラストだからっつってその何時間か前にもう一サライしてたのよ。さらに2回歌ってんの。あ、2回歌ってんだ、うん、そうそう。で、まあ後々思ったのは、そのやっぱゴールした時ってやっぱどうしてもあの兼近さんにフィーチャーされるじゃん。そうね、そうだからちょっと薄れるからってのがあったんだと思うんだよね、実際ちょっと薄れてる。ああ、そういうこと、ね、だから1回ラストさらい、この後本当のラストありますけどって1回ガチで、その加山さんとさ、うん、名前出てこないあのヒゲのおじちゃん、谷原さん。あ、そう、谷原さんだっけ、新さん。多分谷原さんじゃない、多分だっけ、あの、うん、あの人、あの人、うん、谷原さん、ね、アリスの新平さんね。え、あの新平さんね。新平さんっていうの、まあ、詳しくはちょっと浦安鉄筋家族見てもらえば分かるよ。分かんないんですけど、うん、での2人でさらに最初に歌ってたんだけど、うん、その時にね、なんかもう本当肩組んでね、うん、そう2人で、でたその谷原さんね、谷原さんが確か谷原さんだっけがさ、もうあのちょっと感動して泣いちゃってんのよ、そこで。おう、そうで、雄三さんはもうこうやって歌って、あ、俺だろう、胸にしみるね、胸にしみるだよって言ったね。そう、幸せだなとは言ってなかったけどいや別にいいよ、そう言ってなかったけど、それを、うん、あ、そのなんで一回挟んだんだろうこれと思ったけど、結果それあったことによってちゃんと一回しまったなっていう。なるほどね、うん、で次はじゃあ誰歌うの。誰だろう、渡辺オーケストラ予想誰。うちの予想、うん、次もサライ、次のサライ誰が歌うのか。サライ、やっぱちょっとね、若手に来ると思うんだよ、ね、おお、やっぱ若手に来るから小林幸子かな一回小林幸子さんに来る、うん、若手と言いつつ小林幸子かいっていうね。いやいや違う、いや、うまいよっていう、うまくは ないと思ってるよ。それかあれだよ、うん、ののかちゃんの、あ、ののかちゃんがいいんじゃないか。あと何年歌えるかで、ね、すごい歌えるよ。あの子が順調にちゃんと歌手を目指します、私はって、その、うん、キレるのって育ってくれるんだったら、下手したら80年ぐらい。いや、ののかちゃん、ののかちゃんがよかったよ。ののかちゃんがよかった、ね、失敗した。やっぱ渡辺大口さんのあるあるの一つで、あの1発目で2発目の方がちゃんと正解出す。そう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 、あ、そっちがよかったな。ののかちゃんがね、次ののかちゃん、うん、俺あの若林さんでもいいかなと。オードリー若林さん。ダメだよ、あのロングトーンになっちゃう音程だけ見たらロングトーンになってんだよ、うん、曲自体の印象変わるかなと思って、あ、新しいサライとして。いや、新しすぎるよ、ロングトーンだよもうそれは。ということで、まあ、今日は何の話ですか。ちょっとね、新しいことというか、まあ、我々前もねやりましたけど、うん、やっぱトークがね、うん、どんどん参加できないと我々ダメじゃないかと。そうです、トーク番組増えてるから、うん、なので第2回、うん、あのカットイントークしましょう。今日もあのちゃんとサンデー用意しましたね。サンデー、
サンデーを。なんでサンデー用意したんだっけ。いつもトークテーマ急にね決められて、うん、そっから広げなきゃいけないから。そうだね。でサンデーの一番後ろに最後こう作家さん漫画家さんに質問を投げかけてて、はい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 、それに対してこう漫画さんがいろいろ答えてくれてるのがあるから、うん、これ開いてこう漫画家さんの質問のように我々もこの質問を受けてどういうトークを広げていくかっていうのをやるためにサンデー用意します。はい、準備はいいですか。はーい、頑張りましょう。楽しみです。怖いですね。楽しみですね。これいかに自分の中の引き出しを開けて出すかっていう作業です。しかも面白い。いきます。10年目アニバーサリー。アニバーサリーいきましょう。はい、トークテーマこちら。てれん。2022年下半期の目標は何ですか。もう下半期か。あれ、下半期っていつから。下半期はもうあれだ、8月、いやもう6月末で終わりでしょ。7月。え、もう下半期なの。7、8、9、10、11、12じゃない。だからもう下半期だから。あ、やば、もうすでに下半期。そろそろ下半期って聞こうとしたけど、とっくに下半期。もうとっくに下半期。あららら。でも今のところね、まだね、こう何も成し遂げられてないと思うんで、うんうん、まあ、もちろん売れるっていう目標、最終目標含めて、今、今年の下半期目標。河合さんの目標なんですか。まあ私はやっぱり、ね、ロケには行きたいですよね。ロケ行きたい。ロケ。何ロケ行きたい。まあロケに行かせてもらえれば、でも食べるロケ。商店街ぶらりロケ。あ、やりたい。それ私もずっと言ってる。うん。食べロケと飲みロケやりたい。で食べた時ね、まさ、フォルテッシモとか言うわけじゃん。こちら、素晴らしいハーモニーですね。ねえ。つって、ハーモニーってよく使う。ああ、使う。これの人たちが言ったらちょっと。ねえ、いいと思うよ。ボケになるもんね。やりたいな、商店街ロケか。広がるかな。また、面白そうとかも頑張りたい、オーディション。そうね。面白そう。結構オーディション受けてるけど、なかなかね。そう。まずその事務所内から枠が決まってるから、うん、その事務所からの芸人が全員面白そうなオーディション受けられるわけではなくて、うん、でまずその事務所のオーディションは受けさせてもらえるんだけど、受けさせてもらった先が通らないんですよ。通らないね。だからやっぱネクストゆめちゃんにならないといけない。そうですよ、ゆめちゃんさんならなきゃいけない。ゆめちゃん最近シカゴの女じゃない女やってるの。うん、やってるね。あれすごくない。いや、あれだってね、もうネタパレでも、ね、やってるからさ。やってるから。でも私最初あれ、最初話聞いた時に、うん、いやこれはちょっとさすがにダメじゃない、怒られんじゃないって思ったんだよ、その聞いた時。これ皆さん知らない方ももしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、今彼女ね、人魚の女って女をやってるね、キャラで、うんうん、で人魚の女って言ったら皆さんあれでしょ、ディズニーのさ、まあ、リトルマーメイドを想像するじゃないですか、うん、まあ、本当にちょっときらびやかな格好で出てきて、うん、でリトルマーメイドの曲で有名な Under the Sea ってある曲がある、うん、あるね。で、まあ、そのなんとから説明すればいいの、これ難しいね、人のネタ説明するのって。まあでもそのリズムに合わせて、そう、なさそうな話を、最近こんなことあったんだよって、うん、みんな信じてないの、その私すっごいモテたんだよ最近とか、そういうなんか嘘みたいな話して、うん、全然、みんな信じてないよ、信じてないの、嘘だよ、嘘じゃないよ、この話本当にって音楽かかって、うん、あったんだしってやってるんだけど、すげえ笑ってる。いや、めっちゃおもろいじゃん。であったんだしって歌い終わった後に、この話ありえるって、ね、いや、アウト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 と思って、これセーフなんです。そう、これセーフなの、すごくないですか。でも もちろん、うん、原曲は使ってない、うん、一言もリトルマーメイドなんて言ってないし、言ってない、ね、この話がありえるだけだから、ありえるだけだし、うん、アンダーザシーなんて言ってあったんだし、そう、あったんだし、で曲をね、もちろんディズニーの曲そのまま使ったらさすがにこれこそアウトだけどさ、うん、事務所の久保裕貴くんっていう、うん、音楽、同じく我々と同じ音楽家ですね、うんうん、ピアノがすごい人で、作曲とか曲が作れる、そっち系のすごい人で、うん、がもう極力ディズニーに近いようなテイストで、うん、全く違う曲を作ってゆめちゃんに提供したの。まあそうね。そう、いや、それで久保くんすごいわと思って。まあまあね、確かにすごいけど、うん、久保くんの話になっちゃってるよ。自分の話なったんだし。いや、じゃあこの間もやったら雑だからさ。ゆめちゃんさん優しいからいいけど、うん、いや、すごいのがさ、私はさ、なんか、うん、すごい似た曲作って久保くんすごいなってなったけどさ、うんうん、ゆめちゃんのお母さん、うん、ママちゃんさんは、うん、そのまま使ってるって思ってたって言ってたもんね。
あでもゆめちゃんのお母さん言うんだったらゆめちゃんママさんって言わなきゃ、だからママちゃんだと別に普通のいろんな人のママちゃんになっちゃうから下手だな。シカゴの親の女、そうシカゴの女親、あシカゴのママとかで見る、シカゴのママ、うん、あママ、あそうだから すごいなと思って思いました。思いました。いや私たちもまあなんかちょっと一発面白そうとかでさ頑張りたいですよね。いやまあ頑張りたいですけどね、うん、今のようになんかちょっと渡辺ボーキャストはやっぱちょっと変じゃないですか。なんかいい感じでできないというか、うん、ちょっと残念な、うん、いやこの間本当震えたのは、え何震えたの、あの震えたというかこの人震えたのは、うん、この時期ってさ暑いじゃん、うん、暑いじゃない。暑いで多分絶対見てるはずなのに、この間ネタ合わせの時集まって新宿集まって飛び出した時にさ、うん、日傘の人いたじゃん、うん、その時に渡辺のゲストはさ、あれ雨降ってるって言ったんだよ。カンカン照りなんだよ。カンカン照りで傘さしてる日傘の女性いて、あれ雨降ってる。いや暑いけど雨降ることあるじゃん。え、あ、まあ、あの、なんか建物からちょっと出たところだからまだ日が当たってない状態で日傘の人見て、あれ雨降ってるって本当に心配してたよ、うん、日傘だろって言った時にそっかーって言ってたけど、うん、そっか初めて見たんか日傘を。そんなことない。だけど傘見たら雨降ってるの脳やばくない？だって女性だったら日傘さ、うん、刺す人多いじゃん。いやオーケストラあの傘嫌いな人だからあんまり気が刺さない、まあまあ、確かに昨日かあの普通に雨降って傘忘れてたじゃん。だって曇りだったんだよ天気予報昨日、うん、いやそうだけど、うん、濡れるじゃん。どう考えてって濡れる雨だったじゃん、うん、でも渡辺オーケストラ傘買う選択しないで濡れてきたもんね。うんびっちゃびちゃで現れた。結果帰りさ、さすがにちょっとこの雨でなんか台風、うん、どうやら通り雨じゃなくてこれ台風らしい、ね。うん。さすがに傘買わなきゃまずいかと思ってさ、うん、あの傘買いに行ったじゃん。ちょっと傘買いに行ってくるわって言ったらさ、ちょっと小ぶりになってたのよ。おう。これワンちゃんいけると思って。確かにちょっとやんだけどね。でやんだのよ結果。ちょっと待ってから。結果やんだね。だから私結果昨日傘代浮いたのよ。いや違うね。もうその前に一回びちゃびちゃで楽屋来てるから。でみんなびちゃびちゃで楽屋来てたからさ馴染んでたよね。いやいやみんなびちゃびちゃ来てなかったよ。ちゃんと傘の中のびちゃよ。あなたはもうびちゃの状態で来てる。あそう。しめじ2人ともびちゃびちゃだったよ。しめじ荷物多かったからでしょ。あそっか、うん、荷物あなた別にいつも荷物まあまあ多めだけど。多かった日な。いやちょっと怖いなあ。でも傘ね渡辺オーケストラあれもあるよね。渡辺オーケストラあれもやったことあるね。傘さしてさ、そう傘さしながらあれ雨やんだって時もあるし。びっくりしたあれは。渡辺オーケストラってすごいよな。聞きま音楽やってるから耳がいいってわけでもないしね、うん、渡辺オーケストラにねあのリサイクルの話をした時もなんか急に怒り出して、えリサイクル何リサイクルネタ合わせね、このリサイクルのネタいいよな。渡辺オーケストラリサイクルするっていうネタいいよな。楽しみした時に急に渡辺さんが普段さっきまで笑ったのにあまり言わない方がいいわよっつって、もうちょっと言い過ぎじゃない、あいつって、なんで何っつって、うん、いやあんまブサイクっていうのやめてくれる。リサイクルをブサイクに聞こえた、あのガストにまだ行った時。あそう、もうあったよそんなことしてた。ブサイクリサイクルに聞こえてんだよ。オーケストラあリサイクルブサイクに聞こえてんだよ。面白いね。違うね、ネガティブすぎるでしょ。あ急にこの人私のことブサイクって言ったって怒り出すわけよ。でも普段そんな急にブサイクって言わないじゃん。言わない。うん、リサイクルの話だね。でもブサイクルちょっとやっぱ自覚があるかもしれない。いやだからあれもビビったよね。自覚もあるしさ、あれ、うん、この話ってラジオでしたんだけどしてないかな、あのあらアイドルさん、地下アイドルさん、アイドルさん、はいはい、はい、私のアルバイト先のさ、うんうん、居酒屋の近くにライブハウスがあるんですよ。ああそうなんだ。そうライブハウスがあって、うん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 、でなんか一回これあんま多分本人もあの内緒ねって言ってたんだけど、そのオタクさん、お客さん、ファンのお客さんと、うんうん、地下アイドルさんが、うん、飲みに来たのよ。おー、なるほど、うん、ほうほうほう。で、あの、まあ、まあ、これ内緒でお願いしますよとか言ってたの。別にアイドルさんの名前とかは知らないし、うち、うんうん、そういう世界も実際あるだろうなと思って、うん、交流会だと思えば別にいいじゃんと思ったから、うんうん、あのでさ、そのおじさんたちよ、お客さんのおじさんたちがさ、うん、やっぱいっぱい食べさせたい、うんうん、今日はもう俺たちが持つから、うん、いっぱい食べて好きなもの食べなよっつって、うんうんうん、もうめっちゃ上機嫌で、うんうん、でうちらにもさ料理もうどんどん持ってきて早く持ってきてみたいな感じなんで、うん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 、でなんか
その一人のおじさんにさ、いやちょっと今日さ可愛い女の子いっぱい来てるからさ、ちょっと可愛い女の子好きそうなやつ、あ女の子好きそうなやつを教えてよって、うんうん、あじゃあこれとか女性人気高くていいですよとか言って、うんうん、あおすすめしたの。なんかあんまちょっとそれじゃなかったっぽいんだよね。まあそういう時もあるよね。まああるでしょ。まあまあこっちは良かれと思ってね、うん、いやまあでもこういうのもまあいいんだけどちょっと違うなって。いや違う、もっとさこの可愛い美人な女の子が好きなやつだよって教えてよって言われて、渡辺さんに。そうだから渡辺オーケストラ、あのとっさに本当に何も分かんないです、とっさに、あじゃあごめんなさい分かんないですって言ったら、うん、ドカーンって受けた。なんでだと思う。みんながそっかって。まだマスクしてなかった頃ね。マスクしてたよ。マスクしてて、うん、あの去年ぐらいの話よ。マスクしててここだけで、うん、ここだけで。じゃあ分かんないっす。あまあでもこんなこと言ったらあれだけど、顔がこう、うん、整ってない人の喋り方かもしれないよね。わかる。なんて言ったら、あの居酒屋店員としては私自分で言うのはあれだけど結構優秀よ。いや居酒屋店員としては優秀なのは、うん、なんか話しぶり、後輩がさ働いてることもあるじゃない。ある。渡辺さんにあの姉さんに任せておけば完璧ですわって言ってたじゃん。どこの前なのよ、うん、とか言ってたじゃん、うん、河合さんもなんかもう仕事めちゃできるんですよ。そう、仕事はめちゃできるんだよ私、うん、って言ってたじゃない、うん、できるのは知ってんだけど、喋り方がそのなんていうの、あの美人の人が、まあまあまあ、だいわゆるタマちゃんとかは美人だけどちょっと喋り方がちょっとみたいな感じ。なんか声も地声ちょっと低めだし、そう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 、まあ、ちょっとなんだろうね、やっぱ芸人だし、うん、ギャップがある喋り方なんでね。ああそうかな。そうそう、まあ、でも渡辺さんにギャップはないだよね。そうか、うん、ちゃんと なんて言うんだろう、まあ、俺もほらどちらかといえばどちらかといえばなんて今自分フォローしちゃったね。私は平均、世の中から言ったら、中より下の人間じゃん。不細工。詳しくは前回のラジオ聞いてください。あまあまあ、どっちが不細工じゃない。うん、どちらかといえば、俺もな、俺生きてるからさ、うん、どっかで多分防衛されてるのね。うん、不細工なわけじゃん。うん、だからね、やっぱ不細工の気持ちもわかるわけよ。うん、うん、やっぱあからさまにね、うん、ひどいなと思ったのが、うん、嫁さんと、一緒にまあ、付き合えたての頃にね、うん、ラーメン屋に入ったのよ、うん、でラーメン屋に入ってよいしょせいって家系のラーメン屋さんだったの。あちょっと大将が大将って感じの人か。大将の人が、うん、で食券嫁さんからね、うん、入ってったのね、うん、で買い物ピーピーって食券買って、うん、あこれメニューこありましてこちらおすすめですし女性にはこちら人気があって、おー大将がプレゼンしてくれてる。そう俺はのれんの向こう側にいるから、うん、向こうは見えてないと思うんだけど、はいはいはい、すげえ丁寧な接客するんじゃんと思って、うわこのラーメン屋いいなと思って、で買い終わったよっつって俺が入ってったら、うん、なんかおじさんがすげえ残念そうな顔で舌打ち、えマジで舌打ちされて、で食券買うじゃん、まあなんだ俺かと思って、うん、俺入っただけでさ、うん、入店しただけでさと思いながら、まあ、普通に買うじゃん、うん、で多分おすすめなんて言ってたっけ、その店員さんも聞こえてらっしゃったんだよ、うん、だけど別にいや席ポンジャンで、あれさっきおすすめ教えてたよね、全然違うじゃん。まあとりあえずじゃあ買って並んで、お姉さん食券お預かりしますねの俺の嫁さんには言うんだけど、俺の時は黙ってす、こんなに分けると思ってすごいな。で着丼と言われるラーメン運んでても、お待たせいたしました。で、俺の時は、スープピチャーってなる、ドチュン。ドチュンだった。指入ってんじゃねえかぐらい、ドチュンってなって。その大将の親殺したわけ。いや、全然。で、俺も、さすがにその時、もうね、嫁さんと顔見合わせて、こんなに差つける。こんなに差つける必要ある。やば。どうするじゃあ、なんか最後差つけると、だからなんて言うんだろう、ありがとうございました、だから嫁さんはもう黙って出てって、うん、俺がもう本当美味しかったですありがとうございましたにしてたらどうなるかねって言った時に、おー面白そう。で嫁さん普通に出てった時もありがとうございましたって、おーなった。俺はごちそうさまです、美味しかったです、うん、はいだって、はいはいだって、そんな安子さんみたいなこといや安子さん、はい、いやはいはいい、いいはいじゃん。はい、だ俺はもう目線外されて、はい。おー。
ですあのネガティブ安くなっただめちゃめちゃ優しく返したからあのはいでお辞儀したの。ああ下打ちじゃなかったんだ。うん下打ちじゃなくて面を打ってほしいですけどね。はっ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 。あの店員の気持ちはわかるかもしれない。下打ちしたけどなんでよ。いやーだからあれびっくりしたんで。でもその家系は結局1年も経つに潰れた。あの接客がそんなしてるから、ね、もうひどい人だったわ。なんかあるかな。ひどい人ひどい人。うんひどかった。ひどい人。あーなんかさ、うん最近とかちょっと前に、うん、あの日高屋でさご飯食べてた時の話なんだけど、はいはいはい、ひどい人といえば、うん、私の座ってたカウンターの、うんまあ、隣の隣ぐらいにさ、うん、おじちゃんが座ってて結構年配、うん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 、おじいちゃんかでなんかごちそうさんっつって多分分かんないけどちょっとオラオラ系の人なのかなそのぐらいで分かるぐらいで帰ってやったねご会計して、うん、でも食べてたらさなんかそのさっきのおじちゃんがさ戻ってきてさもうなんかもう片付いてるね席が、うん、でなんか「おい自転車の鍵なかったかよおい」っつって店員さん外人の店員さんにすごい文句言ってたあらら怖いですねいやなかったですっつって「いや嘘つけ俺今そこ行ってチャリ乗ろうとしたら鍵がなかったんだよ忘れたに決まってんだろ」っつって「いやでも片付けたんですけどなかったです」って言って「うん、嘘つけ足悪いか誰かがこの中で鍵取ってんのか?」っつって隣でラーメンすすってる渡辺ビクーズ、うん、取ってないよ取ってない取ってないですと、うんうん、いやでもちょっと分からないですないですっつって、うん、めちゃくちゃブチギレて散々他の客もなんだこいつみたいな知ってるやつにとんでもねえやついるなと思っておでおじさんがさリュック背負っててさなんだよもうどじゃあどこにあるっつんだよパッてリュックから5秒ぐらいでかけてるしておごめんなキャ申し訳なかった気まずそうにねチャリ乗って帰ってたよ、まあ、店員の外国人日本語うまいねもうちょっと伝わらないかなと思ってちょっと日本語やったもたもたそのちょっともたけどああいやでもちゃんと謝ったから偉くない、まあ、偉いけどすーごい気まずそうだったよ、ね、まあ気まずいだろうなあんだけ怒鳴り散らかして俺の鍵がね誰が取ったんだってもうあんだけ言っときながらいやそういうね、まあ、あのお店であった話で言えば、うん、この間の息子と嫁さんと3人で、うんまあ、あのちょっとお子様ランチ巡りをしてるのねあ結構あのなんかそのお子様ランチで例えばイタリアのお子様ランチ行ったりとかそういうのしてたんだけど、うん、そういえばあのチェーン店も俺結構好きなのねチェーン店の、うんうんうん、例えばガストとか、うんまあ、同じようなスカイラック系列のジョナさんはあんまり良くないんだけど実はガストの方がいいんだへの方がサービスがいいガストがいい分ジョナさんがあれちょっと足りないなってなんだけどそれスキヤのお子様ランチあんなと思ってあるねあるお子様セットスキスキセットある、うん、あるあるある元スキヤ店員なし、うん、でじゃあ今度ちょっと今日行ってみるかっつって3人で、うん、あのちょっと歩いてスキヤに入ったのよ、うん、でそうしたらスキスキセットの、メニューがあのテーブルに貼ったんだけど、うん電車息子好きだから、うん、そしたらおもちゃがクレヨンしんちゃんの電車のおもちゃが、うん、あらあ超当たりじゃん嬉しいやったと思って注文をして待ってたら店員があのすいませんなんかセットでリンゴカットリンゴとジュース、うん、あの選んで丼が出てくるんだけど、うん、カットリンゴ切らしちゃっててなんかなくてもいいですかおいなくてもいいなくてもいいってせめてないなら申し訳なさそうにした方がいいよねああじゃあなんかちょっとこの小鉢だったら出せますけどじゃああれでなんかひじきの小鉢リンゴないんだで息子もリンゴ食べたいってちょっとぐずっちゃったんだけどいやでもごめんねって ないならしょうがないわあとジュースもなくてお茶かもう一パターンのお茶しかないですなんもねえなお茶かまあじゃあペットボトルだったら持って帰れるから他の息子が飲む用のお茶は自分で持ってきてるからまあいいか、うん、でそしたらその後まあ下がって、まあ、しょうがないリンゴないねもう本当やなんかしょうがないねちょっとテンション下がっちゃったんだけど、うん、まあでもほら丼食べて、ね、息子は牛丼おいしいとか言ってくれるかなと思って、うん、で出てきた時におもちゃが違ったのねあらららら らテーブルに貼ってないやつとは違うおもちゃ出てきて、うん
で、あのそれが楽しみで息子も言われたら、あれおもちゃ違うんですけど、ああ今これもう変わったんすよ、ふわ剥がしてないんだ、剥がしてなくて、あかかあの今これになったんで、って言われて、ああそうなんすか、うわでもう息子もグードン食べ出しちゃってたから、うん、じゃあこれでいいっす、まあこれも可愛いよね、息子一生懸命フォローして、これもほら可愛い、これジャンプするよっつ、すごいよっつ、そしたら裏というか、うん、店長が実は本当は裏で飯を食わなきゃいけないんだけど、多分客が少なかったから店内で食ってた、あ自分であの丼作って、はい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 、で店長に、まあおもちゃなかったですよみたいな、あーそうか、いやいいよ別に言っとけばみたいな、何でもいいよみたいな、俺はここにいるぞ、やば、俺はここにいるぞ、すごいな、でそうしたら 俺らがちょっとあのいるのに気づいたんだね、うん、急いでテーブルのシールをバーッ剥がし出して、ないですみたいな、やり出して、うわしかもそいつ私服ないもうすでに、ああ上がったのかな、分かんないけど、上がったか、上がった状態で多分飯食ってて、もうなんかシール無理、なんかあずもえすいませんでしたみたいな感じで剥がし出して、うわうわうわ、でしかもその俺らも牛丼頼んだんだけど、うん、自分が好きや店員だから分かるんだけど、あのタレの量が決まった量入れてねえのよ、あの多分目分量で、うん、ビチャビチャビチャって入れて、あめちゃめちゃ味濃かったの牛丼が、ネギ玉牛丼のコチュジャンダレかけるの、はい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 、あれ多分適量の3倍かかってたね、やばいね、だからご飯がちょっとしゃばってたのよ、やばこれ二度といかねえと、やばいね、うわそれそのぐらいだったらよく、ね、クレームとか入れても、いやであのもうあの嫁さんの顔見たら、嫁さんがもうその場であのサイトにクレームの、あの直接連絡入れなさいっていうやつやってて、本気だ本気だ本気だって、まあ、でも本当に本気になるぐらいひどかった、確かにそれはひどいね、なんか1個2個ぐらいだったらあれだけどさ、そうで、ね、そこまでやられると、ね、まあハンディだから、なんか今タッチパネルだからさ、売り切れとかのね表示忘れちゃう時ってたまにあるじゃん、まあ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 、これただの怒りで面白さなし、もう悲しい話、しでもうないよ、だからもう悲しい話、でも本当にひどいでしょ、すき家で、すき家じゃない牛丼で働いたらおかしいな話だよ、おかしいな話だね、悲しいな話、牛丼の話ではないんだけどさ、あいや全然いいよ、多分これが最後だと思います、この一番的に、まあ、あそうだよね、うん、まああのこれ本当に最近あった話なんだけどさ、あの私はいなかったよ、あのうちの居酒屋のバイトって、まあ、3人は必要、うんうん、で、まあ、忙しかったら4人必要ぐらいの感じなんだけど、うんうん、この間さ、私そのコロナ期間でさ、うん、バイトできなかった時にさ、ああそっかそっか、誰も入れない人があったの、お店長ワンオペみたいな、お日があったのよ、おいや申し訳ないなと思って、うんうん、この間会った時に、あの店長大丈夫でしたってこの間ワンオペっつって、うんうん、幸いなんか本当なんか入り口とかに紙を貼ってたんだよつって、その今日店主ワンオペのためちょっとお待ちいただく可能性がありますご了承くださいって貼ってたから、うんうん、まあ、本当に常連さん待ってくれる常連さんとかばっかりで、本当カウンターとテーブルだけでなんとかやったんだよ、ああよかったね、いやよかったっすね、ただ一組だけ見たことないカップルがフラフラって入ってきて、あれって表に紙貼ってあるのに入ってきちゃったな、待ってくれる人たちなのかな大丈夫かなと思ったら、カウンターに空いてるカウンターにスッて座って、イングリッシュメニュープリーズ、わーわーお、あわ日本語がカップル2人とも分かんない方、ああなるほど、で多分表のそのワンオペなんでカタカナと漢字なんて読めないから、そうかそうか、知らないで、あなんかお店あるな、居酒屋さんジャパニーズ居酒屋さんでご飯食べようって入ってきちゃったと、おーおーおー、でも店長もワンオペただでさえしっちゃかめっちゃかで回してんのに、そんなかえましてイングリッシュメニューなんてないわけよ、あないのか、その個人の居酒屋だから、ね、チェーン店なんだからあるよ、あないから、で店長も別に英語喋れる人じゃない、でしかもそんな相手してる余裕もなくて、うん、いや参ったこれどうしようかと思ったら、そのカウンターの端にもう定位置にいつも座ってる常連さんがいるんだけど、本当にあのもうなんかこの人半分アルコール中毒なんじゃないかぐらい、本当にベロいつもベロッベロのおじさんがスーッつって、あのな何飲む、あのこの店こういうこうだから今女性長一人で頑張ってるんだ、スーパーヒーロー、君たち何飲むなら俺がオーダー通してやるからつって、ベロッベロだったね、かっこよっ、みたいな、めっちゃ直接見てないよその現場、なんか感動したよ俺みたいな、今度その条例に会ったら、そう誰々さんみたいな、英語すごいめちゃくちゃ喋れるやんみたいな、へえ、その人がもうオーダーも通してくれるし、あなんかその
普通もうカウンター席だとさ店長がこう お客さんとお話ししてさ対応して構ったりとかするんだけど、そんなお構いもできる状況じゃないんだけど、なんかそのおじさんがさ、この店はこれがおすすめだから、あれ君らどっから来たのみたいなのもずっと英語で喋って楽しく会話してくれてんだって。すごいな。だからもう本当に早く会いたい、そのおじさんに。あ、ただののんべえじゃなかったんだこの人みたいな。後半俺らすごい怒る話とすげえ感動する話してた大丈夫かな。あ、そういう意味じゃ、あのちょっと最初のねお題であったあの下半期の目標の話で、あのこれであの条例短めね、この間条例で78歳ぐらいのおじいちゃん来たんだけど、めちゃめちゃ傷だらけで来たのよ。おう、この間バーでね、どうしたんおじいちゃん、何やったの、いやちょっとさ、まだ今年何もあんだ新しいことやってなかったから、自転車で両手話したらさ転んじゃって、そんな新しいやつやらなくていい、78歳でやることじゃないよって話が。チャレンジ精神は素晴らしいけどマジで気をつけた方がいい。いや気をつけて、ワンチャン死ぬからな。他のことなかったんかなとも思うし、手放しチャレンジしたらしい、やったことなかったんかなと思うし、やったことなかった、やったことなかった、ツッコミどころが多いな。だから気をつけた方がいい。だとって着地できなかったんかなとか、いや顔から言ったらしいよ。すごいな、新しいことチャレンジするにはやっぱりそういうね、の代償の、リスクがあるから、じゃあ我々もどんどんチャレンジして頑張っていかなければなりませんね。面白をもっとしないとね。はい、ずっと好きやの、あ、好きやって言っちゃった、好きやかのクレームの話してる場合じゃないんだよ。いや、あなたも最後に感動する話持ってくるじゃん。感動じゃない、一応展開を作りました。いや違う、面白の話じゃない、まあということでもっと頑張りたいと思いますので、頑張ります。今後ともよろしくお願いします。はーい、モーフィーね、感謝フォルテッシモ。